皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京証券取引所内ストックボイススタジオから生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土と香港のいずれも今週14日月曜日が端午節の祝日で休場でした。このため先週9日水曜日から昨日までの取引日は4日だけでした。中国本土市場の上海総合指数は昨日15日火曜日の終値が 3556.559 ポイントでして、先週8日火曜日の終値に比べ 0.7% 安でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日15日火曜日の終値が 28,638.53 ポイントでして、こちらは先週8日火曜日の終値に比べ 0.5% 安となりました。それでは先週から今週にかけての解説をお願いします。はい、ではですね、中国本土市場から見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですが、5月17日に終値で3500ポイント回復した後戻り売りに押されましたが、金融市場の対外開放を交換しまして、5月27日には約3ヶ月ぶりに終値で3600ポイントを回復しました。その後はですね、手がかり難が続きまして上海総合指数は3600ポイントを挟んで一進一退が続きました。でこうした中ですね、先日イギリスで開かれた G7 サミットでは先進国の対中政策がテーマの一つとなりました。13日日曜日に発表された共同声明では台湾問題やウイグル問題などが盛り込まれました。先進諸国による対中圧力の強化を嫌気しまして、端午節連休明け昨日15日火曜日は上海総合指数はですね、前日比で 0.9% の続落で終了しました。はい。続いて、香港市場を見ていきたいと思います。こちらハンセン指数の動きですね。アメリカの金利上昇や米中対立を背景に5月13日に2万8000ポイントを割り込みましたが、その後は買い戻しが優勢となりまして5月26日にはですね、2万9000ポイントを回復しています。6月1日には2万9500ポイントに迫りましたが、その後はですね、7日続落となったんですね。6月3日には7営業日ぶりに終値が2万9000ポイントを割り込んでいます。先週11日金曜日はですね、8日8営業日ぶりに反発しましたが、端午節連休明け昨日15日火曜日は前日比 0.7% の反落となりました。 G7 サミットの共同声明で先進諸国による対中圧力が鮮明となりまして、投資家の警戒感が強まりました。また広東省の台山原子力発電所で放射性物質が漏れているとの報道が流れまして、懸念の声も強まりました。この原発なんですが、香港から西に約130キロ離れた場所に位置しています。現在のところ、差し迫った脅威はないそうなんですが、状況によってはですね、海外投資家の警戒感が長引くかもしれません。こうした中、来月1日に北京では中国共産党の結党100周年行事が開かれる予定です。香港では同じ日に香港特別行政区成立記念日の行事があります。一連の行事でですね、中国政府や香港政府がどのようなメッセージを対外的に打ち出すかが注目されると思われます。株式市場に与える影響も株式市場にもですね、影響を与える可能性もありますので、要注意ですね。はい、わかりました。以上、中国株式市場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、前回はですね、中国上場企業の決算発表について解説しました。今回はですね、それに関連しまして、中国本土と香港の祝日と株式取引を中心に話をしたいと思います。はい、わかりました。
はい、まずはですね、前回までの内容を簡単に復習したいと思います。こちらをご覧ください。はい、決算発表の期限をめぐるルールはですね、上場市場によって違ってきます。こちらの表のように、例えば本決算発表の期限は香港が決算日から3ヶ月以内、中国本土は4ヶ月以内などと決められています。重複上場している企業は、早く期限が到来する市場のルールに従うということになってますね。はい、ちなみに香港メインボードの上場企業には四半期決算を発表する義務がありませんので、その辺注意が必要ですね。はい、続いてこちらをご覧ください。これは最も多い決算日、12月31日、この日をですね、決算日と設定している企業なんですが、これを例にですね、各市場の決算発表シーズンを示した表です。本決算の発表が多いのは2月から4月、中間決算はですね、7月から8月ですね。多くの企業がこのサイクルで決算発表してきます。はい、この決算という大事な売買材料がこのサイクルで出てくるので、とても重要ですよね。はい、その通りですね。こうした決算発表のサイクルですが、中国株の投資家にとっては重要な知識の一つとなってきますね。そしてもう一つ気をつけられないサイクルがあります。それはですね、中国本土と香港の祝日なんですね。はい、祝日に伴う株式市場の休場が長くなりますと、休み中ですね、売買できない休み中に起きた海外市場での、例えばアメリカ市場とかヨーロッパ市場での急激な相場変動とかがあった場合、それが中国本土や香港の休場明けに一気にですね、株価に織り込まれてきまして、取引再開した途端急落しがちになったりする傾向があるんですね。うん、でこうしたリスクを意識しまして、その祝日に伴う休場前はですね、投資家が中国株の投資家も、買いを手控えたりとか、持ち株を場合によっては手放したりする傾向が強くなったりするんですね。で、このような中国本土や香港の、祝日と休場ですね、休場のサイクルを知らないと、日本の投資家ですね、投資のタイミングを誤って不利益を被る可能性もあったりします。ですので、中国本土や香港の祝日に関する情報もですね、中国株の投資家にとっては非常に大切な情報の一つなんです。日本でも中国の春節や国慶節、ニュースになったりもしますけれども、その他にもいろいろな祝日がありそうですね。その通りですね。その上ですね、その中国や香港は、その西暦以外の暦に基づく祝日が多くてですね、そうした祝日は毎年西暦との間にズレが生じるんですね。ですので毎年確認する必要があるんです。ではですね、中国本土と香港の祝日を上期からですね、見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。はい、こちらの表ですね、まず一番左の列を見ますと、上からこう見ますとですね、その地域が区分されてますね。上の段が中国本土で、下の段が香港です。でその右側の列なんですが、祝日を決める暦法を表示してます。暦ですね。はい、西暦のほか、旧暦、あと二十四節気ですね、日本でもニュースに流れるものですね。あとキリスト教の教会暦って、日本ではあまり馴染みがないんですが、教会暦に基づく祝日もあります。はい、でこの表では中国本土と香港に共通する祝日は黒い字で表示してます。また香港には前場だけの半日取引っていう日もありまして、これはですね、青い字で表示してます。はい、中国本土ではですね、毎年年末頃にですね、翌年の休日、お休みのスケジュールについて、具体的な日程が国務院から発表されるんですけれど、法律の規定で定めた休日よりも長い休みが、設定されたりするので、それを毎年確認するの必要があるので、ちょっと注意が必要ですね。その発表を見るまで来年のカレンダー、ちょっと予断を許さないということがあったりするんですが、なるほど。はい、例えば春節は本来3日間の、休みなんですけれど、毎年ですね、実質1週間の休みになるように設定されたりします。あとメーデーなんですが、こちらは比較的長い休みをね、設定する傾向がありまして、3日4日休みになったりすることがありますね。
これとは別に取引所は独自に休場スケジュールを設定したりもします。まあ、おおむねですね、取引所は休日に合わせて休場するのですが、本来休日ではない旧暦大晦日をですね、休場にしたりとかする措置を取ったりします。でこれを見ますと、例えばですね、西暦の正月、あと春節、清明節、明で、端午節、この黒い字で示されたものは、まあ、中国本土と香港に共通する祝日ですね。はい、一方香港には宗教に基づく祝日がありますね。それ社会主義の中国本土とちょっと違うところなんですが、うん、一つはキリスト教の復活祭イースターですね。もう一つは仏教の仏誕、つまりお釈迦様が生まれた日です。日本では乾物会とか花祭りとか呼ばれたりする日でして、旧暦の4月8日ですね。はい、そして旧暦二十四節気境界暦に伴う祝日は毎年不規則に西暦とずれます。例えばこの表を見ますとですね、春節ご覧ください。ここに示した、書いてる春節のところに書いてる1月1日旧暦1月1日の1月1日のことですね。そして括弧内には西暦1月21日から2月22日2月20日って書いてるんですが、まあ、これは西暦ですね。要はなんか、つまり春節はですね、旧暦1月1日のことで、西暦1月21日から2月20日の範囲内で変動するってことなんですね。まあ、西暦に対するずれって1ヶ月ぐらいあるんですが、ですのでカレンダーの確認がですね、毎年重要になってくるんですね。そうですね、かなりのずれがあったりしますもんね。はい、そして日本ではあまり知られていない祝日も、ね、ありますが、どのように過ごすんでしょうか。そうですね、では中国の古い習慣が色濃く残っている香港での祝日の様子を見ていきたいと思います。まずこちらですね、こちらの写真、香港の春節の様子なんですが、このように街角ではですね、獅子舞が登場して、夜はですね、ビクトリアハーバーで花火が打ち上げられたりします。中国本土はですね、春節が1週間の連休となります。はい、で続いてこちらですね、こちら、二十四節気の清明の日なんですが、中国ではお墓参りする習慣があります。まあ、4月の4日5日あたりにあるんですが、まあ、日本のお盆のような日ですね。うん、で続いてこちらをご覧ください。香港には宗教関連の祝日があります。キリスト教の復活祭と仏教の仏誕ですね。まあ、こうしたですね、宗教コミュニティごとに、まあ、その大規模な宗教行事が行われたりもします。はい、で続いてこちらですね、つい最近あった端午節なんですが、端午節は旧暦の5月5日ですね。日本では西暦の5月5日になりましたが、香港では、ドラゴンボートレースが開かれますね。これ結構有名ですね。また、ちまきを食べる習慣があります。この辺はですね、日本と共通しています。うん、そうですね。はい、ただ中華ちまきですけどね。続いて、下期の祝日を見ていきたいと思います。こちらにまとめてありますが、中国本土ではまあ、中華人民共和国の建国記念日である国慶節がですね、1週間の休みとなりますね。日本もこのシーズンにですね、中国本土からの観光客がよく来たりするので、よくニュースで取り上げられるようになった日ですね。で香港では年末なんですが、これはまあキリスト教に基づく、まあ、クリスマスの休みがありますね。日本より長いですね。クリスマス後最初の平日が休みとかいう決まりもあったりします。旧暦の8月15日の中秋節ですね。こちらですね、中国本土は中秋節の休みっていうのは旧暦8月15日の当日で、香港のお休みは中秋節の翌日になってるんですね。満月を眺めたりとかですね、夜を行う活動が多いので、まあ、香港のようにですね、夜更かしした後翌日を休みにする方が合理的なのかもしれないですね。そうですね、はい、続いてこちらをご覧ください。これはですね、7月1日の香港特別行政区成立記念日の様子です。香港政府で記念行事が行われる一方で、まあ、街角ではですね、民主派団体主催の反対集会みたいなのが開かれたりしますね。
続いてこちらです。こちらの写真なんですが、これは中秋節の様子ですね。夜に飾られるオブジェとかあったりするんですが、月餅を食べる習慣があるので、これが大きな特色ですね。すごい華やかですね。はい、で最後にこちらをご覧ください。これは旧暦5月9日重陽節の様子です。この日は高いと場所に登るという風習があります。各地で、過ごし方違うんですが、香港ではこの日に墓参りする人が多いという特色がありますね。香港ならではの特色ですね、これは。はい、いかがでしたでしょうか。日本からですね、中国株を売買できない現地の祝日なんですが、こうした文化や習慣がですね、その背景にあったりするんですね。中国株に詳しくなると現地の祝日や習慣にも詳しくなったりするんですね。中国株投資をはじめとですね、こうした妙に現地の事情に詳しくなるという副作用みたいなのもあったりしますね。はい、なんかこう初めて知るものが多くてすごい面白かったです。ありがとうございます。はい、今回は中国本土と香港の祝日と株式取引についてお話しいただきました。それでは本日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。